今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね、結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですね、いいですね。うまい酒を好きなだけ、あんまりおすすめはしたくないですけど。寿司銀で卵を腹いっぱい卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな、いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。桐生さん、桐生さん。もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。分かった。南波さん。ああどうも。どうでした。ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか。医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい、でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか。何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚ねえとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ、人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって。
前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより、ねえ桐生さん、聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったって罰は当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって時にガタが来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。キリオさん、失礼しますよ。ああ、もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか。ダメですよ。それじゃ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことは、ほら、あのエイちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。無駄だよ難波。その人に何を言ったところでね。ん？お前は客を連れてきちまいました。あ、大丈夫、信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの、ええ、孫秘ですよ。覚えてました。今はハンピンリューマンも束ねる偉人町の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに。病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。あの俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういやこの町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか。とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか。愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる。言いたかねえが
それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。ん？どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん、あんた一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよその日。今のキリュウさんにそんな話。別に構わねえよ。けどなんだろうな、死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか？無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ？言ってることはよくわかるぜ、ソンヒ。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ？コミジルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです？多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ。じゃああんたなら何をする？ん？私か？なんだよいざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この街にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺も孫悲に乗りますよ。街に出ましょうや、キリュウさん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんだね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。
確かに言えてるな。あんた、そりゃないでしょうよ。つべこべ言わず、私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り、異論は認めん。どうも、こんばんは。ん？今、僕ら財布なくしちゃって。ちょっと偉人町の顔役さん、この町の風紀はどうなっとる？こんなチンピラのしつけまで押し付けるな。とはいえ、大事な客人がいるときにこれとは。あんた、ねえ、だからお金出してってば。あ、いいよ、もうそれな。桐生さん、下がっててください。なんだと？言いたいことは分かってます。でもあんたは今、あんたのエネルギーはもっと楽しいことに。ああ、この不始末は私がきっちりせ。お前ってことで、やる気ならかかってこい。やってやる。勝ちに行こうぜ。どうしました、桐生さん、具合悪いっすか？いや、そうじゃない。ん？敵がモンスターに見える。あ、それ一番が言ってたやつ。よくわからんが来るぞ。気をつけろ。気遣いには感謝する。だがてめえが売られた喧嘩を一幕俺も混ぜてもらうぜ。何？たく、無理せんで。私の番だ。ほら来いよ。かかほら来い。ほら来いよ。仕留める。はっ。ああ、頑張りますか。調子出てきたぜ。ついてこれるか。やる。怖いの？え？脇が甘いな。そこだ。どこにいる？手加減はなしだ。さて、やるか？遊んでやるか？やるか？見さらせ。何も見えねえ。せめて私の番。やるのかよ。仕留める。で、調子出てきたぜ。来ないのか。そう、頑張りますか。どうした？どこだ？どこにいる？やるか。脇が甘いな。そこだ。ほら来いよ。手加減はなしだ。いやしねえぜ。出番が来たな。わかる。ああ、ありがとうな。なんだか逆に気使わせちゃいましたね。そんなことはない。本当だ。お前たちのおかげで俺も春日の見てた光景を見れた。俺もあいつから話を聞いたときは分からなかったが、どうやら
仲間と立ち向かうのが勇者ってやつらしい。これが勇者だけに見える景色なのか。キリュウさん、なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあそれもそうだ。まあ何はともあれ、気を取り直していきましょう。ああ、やってやる。やってやろうぜ。やるか。仕留める。そうだ。出番が来たな。見下せ。あたれ。調子出てきたぞ。目覚まれ。私の番。ストレー！かかってきなよ。おっと。頑張りますか。手加減はなし。ストレー！出てきたぞ。相手にならねえ。悪くない気分だぜ。人生これ成長。素直に喜んでおくか。さっきの続きだけどさ、そろそろメガネケース新調したいな。ん？使ってるやつが。あ、ええ、実はおしゃれなメガネケース。ああ違います、ダジャ。メガネだけにかかっ、そんな勇気。よし。あ、うん、おい、てめえ。痛めえ、痛めえ。やってやろうぜ。やるか。どうしてやるのか。潮時だ。なんだ。心配か。来いよ。やるしかねえか。回復だ。頑張りますか。お疲れした。こっちよ。こいつを逃がしゃしねえぜ。私の番。やろうぜ。消え上がれ。ほら来い。なんだ、殺すぞ。
匂いがすると。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね、大量に作って1週間。おいおい、そんな。極上のコクと旨味を味わえるか、痛み食うまでわからないギャンブル性のある気。負けた時悲惨だ。いい感じだ。ゴミの山だな。街中にこんなのがあるとは。あ、キリュウさん、気をつけてください。ん？こういうゴミ山には動物が潜んでること。俺もあいつ意外と凶暴で強いんです。こんなところに。俺はお前。よし、ん？ DVD。 なんだ。いや、そう、先日ハン・ジュンギが大量にレンタルしてきてね。あいつあれちゃん優秀なやつなんだが、妙に抜けているとこ。意外と過保護なんだ。甘やかすつもり。そういうところも含めてお互い支え合えてるんだろうな。あ、念のため返却期限は確認してやっ。まったく。いい感じだ。そういえば今朝情報番組の占いコーナーで、私の今日のラッキーカラーはピンクだと。孫悲はそういう占いを。別にいつもチェックするわけではない。しかし一度見てしまった以上は多少。まあ、だがピンク今日はラッキーになれそう。鏡を見た。え、よし。資格を取るのは大変。そうですね、臨床ちょうど。立派なことだ。ただね、つい漫画も一緒に買っちまって、あの時期の漫画は全部読んでたかもしれねえな。真面目なんだか。いい感じだ。
寿司屋か。孫悲が好きな。いろいろあるの。あ、よし。そんなお金ないよ。ナンバー。いや、あんまりか。すぐに眠。大変。高確率で終点で俺昔。いい感じだ。この店ではレシピ本がベストセラーなのか。孫悲は、まあ私に。ただ私は少々辛く味、部下に振る舞ったらみんな顔を赤くしていた。なら先に半純義に味を見せたらどうだ。さ、なるほど。なら桐生さんに味見。それはむしろ本番では。ん、いや、何でもない。今日はちょっとベスト。よし。何を選べばいいんだ？さて、どれにするか。身なりは大事だからな。にしようかなと、うん、旅行会社のチラシ見てるとどっか旅したくなりますね。場所っていうよりもああいう迫力あるの好きなんですよ。せっかくだし滝を見るついでに100メートルクラスともなる。意識も吹き飛び。いい感じだ。ありがとうございます。いけるな。いけるじゃないか。うん、悪くない。こりゃうめえ。いけるな。ほほう、うめえじゃん。うまい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。前方確認。
外食するといっつも同じメニュー頼んじゃうんで、冒険するよりもし、まあ気持ちは、俺もたまにはシェフの気まぐれソース。おお、さすが桐生さん。震えるほどまずかったな。失敗してんじゃねえ。よし。飛ばすは、したぜ。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ。これだけで満足してもらっちゃ困るの。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。ああ、それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな。不思議なもんですね。さあ、次は何をしようか。そうだな。なら何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか。腹が膨れたらカラオケもいいな。道島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。まあ話半分で聞いてるの。それはいつの話だ。しばらく本気の歌を誰かに聴かせた覚えはね。話半分かどうか、その耳で確かめてもらうぜ。調子が出てきたね。どうかしたか。桐生さん、エンディングノートって知ってます。エンディングノート。いや、初めて聞くな。思いっきり大まかに言うと、お手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ。同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。
そういう心持ちの時に、自分がいなくなった後のことじゃなくて、残りの時間をどう使うかを考えるのに、エンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど、心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。桐生さん、孫妃も言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それは桐生さんの意思だ。俺はそれを尊重します。でもそこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境づくりも必要でしょ。なんば、バス戦で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。桐生さん、あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として請け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。え？言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう。じゃあ、早速始めましょうや。今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね、結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですね、いいですね。うまい酒を好きなだけ。あんまりおすすめはしたくないですけど。え、寿司銀で卵を腹いっぱい。卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな、いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたい。ありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すいません。いや、あまりに予想外のが続いたもんで。いや、すまない。笑い物にするつもりは毛頭ない。むしろ少しときめいてしまった。なんだよそれ。でもマジでいい感じですよ。いや、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？桐生さん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え、これから書くところだったんだ。じゃあ決まりだ。もうその日お前もいいだろ。女だっていい女は好きなんだ。もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。
そろそろ行かないか。ここはあんたのお店なのか。まあね、建前上は小料理屋。通常はここに女の子が、もしそういうサービスがお望みなら、その時はちゃんとここは世に言ういかがわしい店な。ほら、何年か前に青木亮ってせブリーチジャパンって NPO 団体に指示してシェルターを、うちみたいな風俗で働く子やその家族を無料で住まわせて、いいアイディアよね。これこそ真っ当な慈善事業だと思った。私のこともそこの寮母にしてくれるって言うから、ここも売っ払おうとしたんだよ。じゃあシェルターなんて真っ赤な嘘だったから、青木亮は票集めの人気取りのためにグレーゾーンの人間を一掃するのが目的だった。私はここで働いてた子らをシェルターに行かせた。みんな捕まって強制送還された。今このうちに来るような子は故郷にさえ身寄りがない。だから偉人町に身寄り、それがうっかり私が騙されたせいで、当時の子たちはもうどうしてるかもわからない。知らなかった、そんなことがあったんだな。ただでもね、一番たちは青木亮の正体を見抜いてシェルターの話もうさんくさいって疑ってた。それを聞いても私はまんまと騙されたわけ。しかも青木の善意を疑うなと一番を怒鳴り、悪いのはあんたじゃねえだろ。それは分かってるんだけど、ね、私は一番のやつに、あれから何年も経つっていうのに完全に、あいつはあんな男だから、じゃあもう謝る必要ないのかなって。それで俺に打ち明けようと思ったわけ。そこまでずうずうしいことは言わないよ。だといって難波や紗恵子じゃダメだ。あいつらには私の弱いとこ。だからって俺が相談相手になると思ったのか。あんたは一番のやつが一目置く人なんだろう。ねえ、もしかして、それについてはもう気にしていないと言ってた。どうやら気を使わせたみたいだね。私、ま、そりゃそうだよね。私は多分あいつは本当に気にしてないんだ。あんたつまらないことに時間を取らせたね。いや、誰にでもあんた忘れちまおうとしても、要はけじめがついてねってことなんだろう。けじめか。でも白黒ついてないことは私か。ああ、俺もだ。で、最近死ぬまでにやり残したことを整理してたら、こんな風に思うようになった。けじめはつければつけるほどいい。何事もいつかやれると先送りしてるうちに。なんだって、あんたまさか。あんたはさっきつまらないことと言ったが、そんなことは誰か友人や仲間と会っている時、そだから俺があんただったら。なるほど、紗恵子や孫妃を周りにはべらせているだけあるね。はべらせ。あんたと話せてすっきりしたよ、鈴木さん。次に一番会うのが楽しみになった。そうか、そいつはよかった。そろそろ戻るよ。一番のことで私が悩んでたこと、あいつらは私のことを妖怪呼ばわりまでするんだ。甘く見られるわけにはいかない。
秘密を守ることにかけては自信がある。安心してくれ。鈴木太一か。